ファイナルファンタジー13実況プレイ、実況者は DL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。パート47でいただいたコメント、ジュンカル99さんからのコメントです。ボツです。画質いいっすね。こっからかな、この1個前かここからか HDMI ケーブルに変更したあれです。電車で見てる自分としては容量が増えるのはまずいんだけど、画質もいい方がいいし、家で見れればいいんですけど、早く続きが見たくて家に帰るまで我慢できない、悩ましい限りです、というコメントいただきます。ありがとうございます。そうですね、まあ電車の中だと Wi-Fi 飛んでないよね、ポケット Wi-Fi 持ってない限り。あとなんだろう、そうですよね、まあ家帰ってやっぱパソコンで見てもらうのが一番いいと思うんですよね。一番画面がでかくて、で Wi-Fi とか環境飛ばし気にしなくていいから見放題だし、絶対パソコンで見てもらった方がいいですね。パソコンおすすめです。はい、でこのパート47のコメントですね、ちょっとゲームの音量が小さいと思うのですがっていうコメントいただいてて、この47だけマイク音ちょっと増幅してたんですよ。そのせいで音量を上げるとマイク音がでかくなりすぎて音量が小さく感じてたと思うんですけど、今もうこの47以降、48からもうずっと治ってますんで、音量小さいなって思ったらパソコンの音量を上げる、 YouTube の音量を上げるでうまいこと調整してもらえればと思います。はい、よし、じゃあね、AAA っての作ろう。これですね、ここ AAA に変えて、まあ、3人で攻めよう。まあそのチェーンがたまらないんだけど、このラッシュアサルトとケルベロスで切り替えてやっていけば、まあこっちで貯めてこっちで鬼攻めして、貯めて鬼攻めみたいな感じでいこうかなと思います。 AAA がなんか強いらしい、コメントいただいた。65取ってる時点で今パートまだ51、2ぐらいまでしか上がってないんじゃないっけ。51だよね、そうだよね、52か、52まで上がってるんですけど、確かよ51かな、51か2ぐらいかでね、コメントが来てて、そう AA 強いよって書いてあったんで AA 作っておきました。雑魚戦は BBA でスタートしたいんだよね。で、まあ、場合によってはすぐ逆襲の先駆けに変えてって感じかな。で、回復するよってなった時はここなのかな、揺るぎなき覇者になるんだよね。まあ、あるいは忍耐の守護者か。回復が、ライトニングさんってちょっと苦しくね。ヒーラーロールレベル上げるか、3万あるしな。レイズとかあんのか、じゃあ行くか。これレイズはちょっと覚えておいた方がいいよね。フェニックスの方がこれで消費が減るでしょ。フルケア、フルケアって戦闘不能味方全員再起、え、レイズの意味は、じゃあレイズ行かなくてよかったじゃん、フルケアあるんだったら。やらかしたのこれ、もったいない。 OK、 ロールレベル上がったら回復量も若干上がるんじゃないの、勝手な判断だけど、どうですか。あとアタッカーレベルはこの3人はがっつり上げておきたい。あ、でも行ってますか、全員アタッカーレベルは上げてあんのか。あとアタッカーあんのはちゃんとなってますね。全員のアタッカーレベル上げときましょうね。じゃあまあいいかな、ブラスターもうちょっと成長させたいところだけど、じゃあ行きますか。かなり時間かけちゃったな、最初から。こっちでいいのかな、違いますね、これを触るんだなきっと。そうそう、落下してきたんだったね、飛べっつってで見事このなんか謎のエリアにつけたんだよね。まあ雑魚戦いきますか、3人戦なんで、3人戦初戦闘なんで、カットなしと使う前に倒せました。いや全然先に進めねえな、やばいな。
これさ、サイドにも道があるんだよね。多分、あるよね。あ、ありますね。ちょっと裏で行きますわ。とりあえず、裏で取っておいて、まあ、この本筋のルートを実況中ってことで。なんか亀いるなぁ。あー、装甲剥がすやつか。先に、多分特化強襲兵だろう。あ、違う、ただの強襲兵だ。スローが。いいね、スローがかかってますね。全員にヘイストが入ったんで、ラッシュアサルト行きましょう。早い。ヘイストかかってるから若干違うんじゃないかなって思うんだけど。どうだろう。サチさん回復しないとダメか。その前に倒せないか。フォトン来ても多分耐えると思うんだけどな。ここで変更か。ここで変更か。あ、サチさんやられてる。これヒーラーにしたらどうなんだろう。ちゃんとあれしてくれんのかね。レイズとかフルキアしてくれんのかな。おお、した。へえ。なるほどね。これでフェニオ使わなくて済むんだ。だフェニオの方が若干回復が早いっていうあれだよね、ことだよね。アイテムだから。そこら辺どうするかってとこなんだね。溜まりきります。ケルベロス。ほぼ空中戦だなこれ。ラッシュアサルトで溜めます。あー強え。1対3になった時の破壊力半端じゃないですね。やっぱ3人戦ってすげえな。余裕だな。まあこの相手だったらそんなだよね。あーい、なんだ、一番やばかったのは特化強襲兵だよね。特化強襲がいなければ多分大丈夫。なんか浮いてんなー。デプロテのやつがいいのか。今度は5対3か3対5か。頼むぜ。ただ戦いに集中しろ。サツさんがいいね。最初自分にヘイストかけるの頭いいと思う。ちょ待て、死ぬ。うわ早っ。ここで終わりだと。待てマジかよ。2回も雑魚戦で死ぬか。ライトニングさんが狙われてんのか。回復樹脂。回復樹脂。これか。HAA でどうだ。怖え。とりあえず周りの雑魚をなんとかしてくれないと。あ、そこ狙ってんのか。それが間違いだよ。やばい、炸裂ミサイルだって。やばい。
ダメか。やばい。回復が間に合ってない。狙うべき相手を間違えてますよ、ファングさん。周りの雑魚先倒してエリアブラストでいいから。やばい、体勢が整わない。やばいな、これライトニングさんのヘイスト切れたらやばいな。もうやばい、レイズ撃て、早くレイズ撃てる体勢にならないんだが。3で止める。わかった、これに変えよう。これでだいぶ違うんじゃね。やばいやばい、危ねえ。ライズガードとあれしてくれてるかね、リゼネガードしてくれてんのかね。そうか、必殺技出すか。これの存在を忘れてた。大丈夫かな。ちょっとライトニングオーデンいきます。相変わらずかっこいいな。よし、じゃあ行きますか。これかな。よし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 。いますか。いや、なんとかなったね。召喚獣使わないとダメとか、どんだけこいつらやばいな。対策立てないと。はい、来ました、お馬さん。駆け抜けるぞ。かっけー。剛剣、雷光山、真空波、真空波、天命万来、斬鉄剣、天命する。また会おう。かっこいい。そして多分倒せてない。あ、全復活してるし。なんかなぜ。こいつ一体になっちゃえば勝ちでしょ。ああ、強かった。はい、お疲れ様でした。あー、全然前に進めねえ。敵が強すぎる。多分これ下つくとムービーなんじゃないかな。ムービー前にセーブがあるって感じですね。じゃあ、ムービーあった。ムービーポイント。じゃあ、ここで終わっておきます。で、裏で回収しときますね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。